J. ガイルズバンドはアメリカ合衆国出身のロックバンド。ブルースロックから台頭し音楽性が変化した1980年代にはシングル落ちた天使が全米1位を記録。アルバムも1位を獲得し世界的な知名度を得る。一度解散したが1999年以降から活動を再開。象徴である J. ガイルズが亡くなるまで存続した。 1982年のライブ1967年、J ガイルズを中心にボストンで結成。当初は J ガイルズブルースバンドを名乗り、かなり本格的なブルースを演奏していた。1970年にデビュー。ピーター・ウルフの野生的なボーカルと R&B 色の濃いロックンロールサウンドはアメリカのストーンズと評された。1975年にはマスタガット・ロストが、 全米ヒットとなり、バンドの知名度が高まった。この時期、ピーター・ウルフは、女優・フェーダ・ナウェイと結婚している。大手レーベル、EMI に移籍し、1980年代から音楽性が少しずつ変化し始める。1981年発表のアルバム、フリーズ・フレームからシングルカットされた、落ちた天使は、印象的なイントロのフレーズと、 セクシーなミュージックビデオが話題となり、翌年2月から6週間にわたって全米1位を記録する大ヒット。同アルバムも全米1位を獲得する。しかし同曲は産業ロックに走ったとの批評もあり、既存の支持者などから賛否両論を招いた。この成功を機に1983年にピーター・ウルフがソロ活動のため脱退。自作のアルバム、You Are Getting。 イーブンホワイル、アイ・アイム・ゲッティオ o u も不発に終わり、バンドは1985年に活動を停止した。1999年、ドラムのステファン・ブラッドを除く5人のオリジナルメンバーは久々に結集し、アメリカ東海岸を中心に13日間のツアーを行った。この時はツアー後に活動を停止したが、2005年から2006年にかけて、 オリジナルメンバー全員で散発的にライブを開催。さらに2009年からは、ブラッドを除く5人で本格的にバンド活動を再開した。2012年、バンドはアメリカツアーを実施する計画を発表したが、J ガイルズはツアーに参加しないことを発表。残る4人は新たにギタリストを迎えてツアーを実施した。そのためガイルズは、 自分の名前がついたバンド名を使用しないよう裁判所に訴える事態となった。結果的にガイルズはそのままバンドを脱退した形となったが、バンド名は J ガイルズバンドのまま2015年まで活動。2017年4月11日、J ガイルズがマサチューセッツ州の自宅で71歳で死去。これによりバンドは事実上の幕を閉じた。ありがとうございます。